しょです。今回は、プロ野球開幕スタメン予想の広島東洋カープ編をお伝えします。広島東洋カープは、期待の若手、そしてルーキー、それぞれ勢ぞろいしていると思うんで。あとはね、主砲の鈴木誠也選手がメジャーリーグ、カブスで移籍となりました。その穴埋めをする選手、その若手、誰なのか、そこをね、予想しながら、そこを予想の、焦点として当ててみました。ぜひとも最後までご覧ください。レーディゴはい。1番はセンターで西川龍馬選手。一応ね、2021年は137試合出場、そして144安打と、キャリアハイ残しました。やっぱりね、西川選手はですね、悪球打ちのイメージがあるんですけども、このパワーですね、そのパワーも、やっぱ魅力的なところもあります。打力ですね、そこは魅力的なんで、1番バッターとして引っ張っていくでしょう。はい、2番がですね、セカンドで菊池涼介選手でございます。セカンドとしていずれもね、日本記録であるシーズン535捕奪、シーズン守備率10割、569連続守備機会無失策を記録しており、9年連続でゴールデングラブ賞を獲得しているという、そんな選手でございます。はい、守備の名手ですね。その名手は間違いなく2番セカンド堅いでしょう。はい、3番はショートで、小園海斗選手ですね。小園選手3番ショートというところで、やっぱね、今回一番ね、ポスト鈴木誠也というところで、まあ注目される選手かなと思うんですよね。やっぱりね、左右に打ち明ける、広角に打ち明ける、バッティング、バットコントロールっていうのは武器で、まああとはね、やっぱ強肩を生かした守備力っていうのは武器ですし、143試合、全試合出場してほしいなと思いますね。はい、4番が、松山選手。鈴木誠也選手が抜けた後の4番バッターは松山選手じゃないかなと僕自身思います。まあ2021年は85試合出場に終わったんですけども、やっぱチャンスに強いバッティングだったりとかは、4番バッターに、向いていると思いますし、もともと4番打ってたバッターなんでね、うん、なので、松山選手4番返り咲きなのかなと思います。そこ濃厚なのかなと思います。5番キャッチャーで坂倉選手。一応ね、相澤選手と迷ったんですけども、今回打力の勢いっていうか、そこを買って坂倉選手しました。まあ、相澤選手を予想される方もいらっしゃると思うんですけども、僕はちょっと打線の厚みを上げていきたいというところでね、坂倉選手と予想させていただきました。打率3割をクリアしましたしね、今回はね、キャッチャーで専念するというところで、坂倉選手、あるのかなと思いますね。はい。まあ、松山選手は負傷の時はね、ファースト回ると思うんですけどね。はい、6番。レフトで、ウーサ・コウキ選手でございます。ウーサ選手なんですけども、まだまだ、期待の若手でございますね。はい、ウーサ選手。一応ですね、東京都墨田区出身の24歳。常総学院高校から法政大学、そして広島東洋カープに2019年ドラフト2位指名というところで、はい。そのやっぱパワー溢れるバッティングがね、持ち味の選手ですので、まだまだ伸びしろ十分の選手でございます。
6番レフトで、一気に殻をぶち破ってほしいなと思いますね。7番サードで田中康介選手でございます。田中選手最近はね怪我と不振に苦しんでいるんですけども、もともとチームを引っ張る、核弾頭だった選手でございますね。なのでまあ十分にね復活気配はあると思いますし、復活してほしいと思いますね。弟田中、シュータ選手だったかな、もう頑張っていると思いますので、兄弟ともとも頑張ってほしいです。8番ライトで、末金、翔太選手ですね。2022年のルーキーで、高松商業高校から、社会人に大阪ガスかな引っ進んだ選手です。パンチ力のある打撃、そして長打力が武器のスラッガーで、ポスト鈴木誠也と呼ばれています。はい、2022年のルーキーですけども、8番ライトでまあスタメン濃厚かなと思います。予想します。はい、開幕のマウンドは誰にも譲りませんでした。エース大瀬良大地投手が、開幕マウンドに上がります。大瀬良投手なんですけれども、やっぱりね、人間性とやっぱそのエースに求められるキャプテンシー、あとは勝負強さというところもね、全て兼ね揃えているピッチャーで、コンプリートピッチャーだと思います。そんな大瀬良投手が今回も開幕のマウンドに上がります。はい、いかがでしたでしょうか。ちょっと駆け足でやってきたんですけども、広島編お伝えしました。やっぱり僕個人に注目しているのは4番の松山選手ですね。うん、やっぱりね、鈴木誠也選手の穴を埋めるというところで、大変な仕事だとは思うんですけども、松山選手だったらね絶対やってくれると思うんで、広島の久々の A クラス、そこに期待したいなと思いますね。そしてね、やっぱり日本一奪回してほしいなと思いますので、広島東洋カープを応援したいなと思います。以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。